人さんとか。そう、こういう。すごい、キラキラしいくよ。ビジネスクラスっていうアルバム出してからどれぐらいなの？去年の5日、8月5日。1年と3ヶ月ではどうだったんですか、結局は。思ってたとこじゃないとこからのフェスがあったりします。良くないって言ってた人と。セカンド聞いて意外と良かったです。あ、だフェスとかが今までこう端っこのステージだったけど、大きいとこ行った時に、あ、今までよりもこうでかいところだ、もうでけえ、客数が桁違いだなみたいな。仕事以外では最近何やってんの？あ、海外友達と行ったりとか、うん、買い物とかがこう意外とこっちだとなんかワクワクするのが少なめだから、物見に行くときには大変に行った方が早いかなみたいな。どんどん地方の人が東京に来るみたいな感じなの。うふや行ってスーパーコピー、スーパーコピー、あ、そう、リサブルノートも見つけて、いや、クリエイティブのが出てるっていうの聞いてたから。あ、あるの？でも探したんですけど見つからなくて。あれ嬉しいよね、あれ見つけるとちょっとでかいみたいな。リサブルノート他の人の作品に誘われたりとか、普段ビートも作るからそれ提供したりとか。あ、そういうプロデュース業でなんかこれ、この子プロデュースしてるとか、そういうのはない？なんかこの人にビートあげたいなみたいなのはあるけど、今自分のことやってるから。ああ、そっか、ソロを今やってるのか。なんかゆっくりですけど、これをどうするかとかも決まってないけど、セカンド終わってからゆっくり作ってるから。え、じゃあサードを作るサイトルに入る前に、そう、みんなおのおののなんか好きなことをやるわけ。ちょっと一回他にやりたいことを、うんうん、やる時間作りたいな。はい。いや、まあ無理ですよね、こんなインタビューで普段感出すの。普段感バカ野郎。普段そんなのあるんだ。あと、その〇とかはさ、ああ出したくないでしょ。〇とも言えないでしょ。そう、言わない方がいい。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、大丈夫？このまま切って。うん、大丈夫。どんどん自分でズバズバ好きな方に進んでいくところですかね。迷いがない、好きなように自分で勝手に、それがじゃない。イエイ、チャンネルをそのままスペースシャワー。